疲れてきちゃって。いや大丈夫ですよ。本当か、走りが疲れてるぞ。いや、やっぱりね、バイクを倒したの。普通に食べてないとやっぱり体力落ちるかな。やっぱバイクは体力使うもん。次それ右の急カーブね。あ、でも面白いなこれ。いいねこれ。あれかかってこいって言ってんのかな、あれハザードつけて。それさ、表春菜でやって裏貼るのじゃなくて、あ、裏と表がある。これ裏貼るなって言うんだって。うん、いや誰か行くかな。車とか止まったらいいんだけど、見たいんで。あ、これ水落としあんじゃん、ここに。あ、なるほど。そこバンクついてるから、その角度でバイクで走っていけばいいんだよ。これ溝落としって普通のさ、なんだっけ、速攻っていうの、うん、俺じゃ無理だよなっていつも考えてたのよ。こういうのだったら溝落とし可能性ね。でもね、こういうのこと言ってたのかな。これだよ、こうだよ。あ、やっぱりそう、うん、やっぱりっていうか、あ、これのことなんだな。あの漫画家の人もそれを見に来てちゃんと調査してんだね。ああ多分壊れますよね、この問題。やったら壊れますね。漫画っていうやつ。これこそ漫画。もう腹するよね、そこに入った時点で。車高が高くないと。耳がおかしくなった。ここまでね。ああ。これで引っ張られちゃ。乗用車も行けない。手が抜いても自分のタイミングで来て。手が抜けた。やっさ。駐車は曲がった。駐車が曲がった。違うよ。バイクだ。やばいやばいって避けたんだ。もうこれ抜いても多分もう一台前にいるよ。二台上がってたもん。左に寄ってくれてるよ。寄ってんのか。寄ったのか。違うよ。鶏。エッグ屋さんだ。卵屋さん。ここも走りや走ってんだね。走るみたいね。後半車線がある。
結構グネグネしてるわ。ズームします。うん、船だ。お、すげえこれ楽しそう。そうだね。誰も来ないな。楽しいな、ここ。この道路楽しいね。なんか昨日半坂やってきたからなんか程よく感じる。高速コーナーだねここね。でもね、ナビ見るとこの先
急なカーブがあるわ。急カーブねー。おー結構回り込んでるね。おーいいねこのカーブですぐ左だからね。おーいいねこのカーブー車行ってるよ2台。寒っ。これ誰か水落としやった？少し。はい、到着です。春名湖。春名湖到着。漫画の世界ではアキナ。